私はルルルンというブランドのマーケティングディレクターをしています。えー、ルルルンは一つの箱にたくさんフェイスマスクが入った商品です。新しい商品を作るとき、えー、商品やブランドの哲学がそれに合ってるかどうか合わせるのが私の仕事です。マーケティングやコミュニケーションの仕事は世の中にすごい強い関心がある必要があると思うの。 そこで、そういった市場調査だけでなく、普段の生活からいろんな情報を吸い取る力を持っている女性は、とても向いてる仕事なんじゃないかなと思います。自分の情熱がどこにあるのかをしっかり探ること。自分の好きな理由を、なぜなぜなぜを繰り返して深掘っていって見つけることがすごい重要だと思う。どういう人になりたいか、あとはどういう人になりたくないか、それをしっかり自分の中で見つけて、 行くのがとても重要。